はい、皆さんこんにちは、モロトクです。ゴーイングメディバル、続きをねやっていきましょうか。いや、今ピンチです。敵がねまさに来ようとしてますね。コメントであったのは遠距離系のね弓ですね。持っているのは3人だと言ってますね。まあこちらはかなり人数いるんで、しかもね防具今回全員揃えているんで問題ないんではないかと思うんですけども、油断はねできないですね。早速全員を選んでですけども、あれ、これちょっと全員選んでないかな。よいしょと選んで集合させましょう。集合させる場所はここかな。やっぱりそういう感じでいきましょう。ただ注意が必要で、ペロネルですね、最近新しく入ったペロネルは弓持ってないんで、単なるね肉の塊、肉の壁になってしまうので、下にね控えるということでいきましょうか。でペロネル重大なね仕事があります。ペロネルさんさ、ここ壊してくれないと大変なことが起きちゃいますね。なのでやってもらいましょう。はい、解体です。さあスピードアップ、そんなねスピードアップできないんですね戦闘中は。はいはい、ペロネル来ました。よいしょとぶっ壊してくれました。そしたらばペロネルはね室内待機ということでいきましょう。うん、はいはいはい、フルーツジュースがワインに変わったと言ってますね。いい感じだと思います。そしたら敵こっちから来るんですね。そうか、敵はこういうところから来るのね。ならばもうちょっと我々はこっちにいてもいいのかもしれない。若干移動しましょう。よいしょよいしょと、はい、移動しました。で弓兵をね狙っていきたいんだよな。まだいないかな。弓兵はもうちょっと後で来るのかな。多分止まると思うんですよ。ここら辺どこかで止まると思う。はい、来た、来ましたね。弓兵が止まったので、こいつ早速やりましょう。集中攻撃ですね。ガツガツと。向こうにもペロネルがいるのかな。そしたらばこいつかな。続いてこいつも行きます。よいしょ、ガツガツっとお願いします。はい、2人目ですよね。よいしょ、いけいけ。あれ、こっち側にもいるか。そうかそうか。よいしょ、なかなか難しいかもしれない。こっちもね打撃食らってますね。はい、行った。そしたら向こうのねウィルフレット、名前がみんな一緒ですね。よいしょとお願いします。さあ近づいて、でこの人たちは今ね罠食らっているぞっていうことかなと思いますね。はいはいはい、うまくいかない、うまくいかない感じになった時はちょっとこっちに行きましょうかね。みんな一旦こっちに行って、ここら辺に行きましょう。よいしょよいしょと、はいはいはい。うお、どうかな。ロングボウ持ってんだな。射程距離が結構ね向こうあるよということなんですけど、ここから攻撃しましょう。いけ、よいしょ、撃て撃て撃て。うわ、すごい微妙な距離にいるのかも。やばいなこれは。いけいけ、よいしょ。当たんないな。当たったけど、この人たちが当たってない可能性があるから、ここに行こうかね。ここからここ抜けると思うんで行きましょう。はい、よいしょと。さあ行ってください。そしたらばいいね、もうモロですね、モロ。よし、やった、モロやりました。そしたらばもう一回こっち戻って、あとはね自由にやっつければいいんではないでしょうか。まあ特にこいつ早めにやっつけないといけないかな。お願いしておきましょう。はい、集中攻撃できます。ドドドッと、はい、いい感じですね。うん、そしてもうほぼほぼね我々のこの勝利だと思います。はい、やっつけました。残りの人たちはねゆっくり料理すればいいんじゃないかな。よいしょ、はいはいはい。ジェルやっつけちゃったよ、ジェルね。ジェル一気にいっちゃおうか。よいしょと、はいはいはい、ジェルを倒します。お、結構このね扉が邪魔してんのかもしれないな。うん、はい、やっつけた。そして最後ですね、やった。なんとか全員ねやっつけることができました。一人かな、我々も傷ついちゃったかもしれないですけど。そしたらば大急ぎで死体をね、まああのちゃんと死体置き場に置いとこうかな。餌ですよね。あとはここのね床もちゃんとやっておかないといけないので、サクッとこれだけは今日中にやってもらうということで。うーん、網がないのかもしれないな。さあそして傷ついてる人いないか、やったね。で今回なんですけども、我々さここのレイアウトどんどん進めていこうかなと思うんですが、どうでしょうか。あと夜ね防具を脱ぐことをね忘れないようにしたい。そのためにはこういう感じにして結構広々にしようかな、上ね。よいしょっと、かなり広すぎる。まあでも十分広い方がいいもんな。こんな感じがいいよな。そして扉もどういう感じだろう、ここからにしようか。こういう風にして一部屋作る。よいしょですね。そしてここら辺にも一部屋作る。
よいしょと、もう一部屋ここにできそうだ。よいしょと、こんな感じにしとこうか。ね、一旦これでいきましょう。で、扉もね、ちゃんとつけるぞという指示も合わせて出しておきたいと思います。よいしょ。今、朝の8時ですね。ってことは、今日の夜ね、ちゃんと防具を脱げばいいか。ね、あまり焦らずいきましょうか。そして、針もつけて、こういう風につけとけばいいかな。よしよいしょと、こういう感じかな。うん。そしたらば、今度は死体ですね。忙しいんですけども、死体を今度取っていきたい。さもないとみんな気分をね、害しちゃうんですよね。よいしょと。はい。ここらへん道行く人がいたら死体を取っていくということでいきましょう。エオマも早速いるので、この死体を取っていきましょう。死体がね、全部死体置き場に行ったらば、今度はね、まあ野生動物見に行きましょうか。自動お肉生成器ですからね。よし。ペロネルもここにいるんで、よいしょ、お願いします。アトリーもですね、ここにいるんで、死体が先ですね、お願いします。で、デシマもいた。ね、デシマさ、ここら辺に死体がいっぱいあるんですよ。やってもらいましょう。あと、これもね、拾うぞということですね。ゲートロンも来たんで、死体ですね。ガンガン行くよ。よいしょ、よいしょと。レイナードもお願いしたいんだけど、まあいいや。エオマーにもね、この死体ですよね、お願いしておきましょう。アトリ、大丈夫？アトリ大丈夫かな？そして、こいつはこうかな？よいしょと。はい。なんか持ってきたね。で、レイナードもサクッとお願いしとこうかな。よいしょと。はい。お願いします。で、レイナードさ、ここさ、狩らないとダメだね。レイナードお願いしなきゃよかったかもしれない。ここのさ、カスグリが全部ダメになっちゃうから、サクッとね、狩ってね、という指示を出しておきましょうか。さあ、そろそろ死体も限られてきたんではないでしょうか。一通りこれで終わりかな？ね。そうですよね。死体は全部取ったぞということになります。よしよしよし。あとはね、もろもろ我々戦利品がありますので、それもね、ゲッチューしてもらいたいですね。さあ、そしたら村人が当然ですけど、疲れているということになります。不満なんでしょうか？ちょっと見ておきたいですね。気持ちはどうか？疲れ果てている、マイナス20ですね。死体を見た掛け音になっているんで、結構ね、心理的な負担はね、かかっているのかもしれないです。さあ、あとはここですよね。今回死体がめちゃくちゃ多くなったっていうかね、骨がね、めちゃくちゃ多くなりましたよね。ここに動物の死体がくっついてくれば本当にいいんですけど。ほう、こいつなんかもうお腹空いてんじゃないの？死体をね、食べる過程でね、トラップに引っかかってほしいです。さあ、皆さん、今晩はちゃんと寝てください。現在は16時か。ペロネル帰ってくけど、なんか物持って帰ってた方がいいと思うんだけど。ね。で、ヘルバニアもそうですね。何か持って帰ってもらいましょう。お、かの品質のものがあった。へぇ、デシマ持って帰って。そして我々はどんどん冬に向かうんですけども、今ね、秋の9日目なんですが、氷もね、そろそろちょっとやっておきましょうか。今回氷さ、たくさん作ってほしいんだよな。100個もいる？ 100 個いるかもね。100個やってよということにしておきましょうか。ね。よいしょと。そしてこれも氷100個。まあ真冬になったら実際はね、作業すると思うんですが、忘れないうちにね、今からやっておくという周到さです。さあ、そしてこれをよいしょ、よいしょ。そして最後これかな？あ、全部やったかな？一通りおそらく全部できたので、これで安心ですね。で、蜂蜜系もまあたくさんあるからもういいか。ね、いいでしょう。食料改めて見ていった方がいいかな。寒いって。服普通にね、着替えさせたい。今日の夜ね、絶対脱ぐっていうことですね。赤すぐりが720、相当数ありますね。食料、シチューがあんまり作られてないんだけど、もうちょっと作った方がいいのかな。見ていこうか。シチューの数を100はちょっと多いか。ね、せめて50ぐらいにしとこうか。ね、こういう風にしておきましょう。さあ皆さん、あとは室内のね、仕事をチャッチャッチャッとやった後にですね、就寝お願いしたいですね。はい、ウィルフレッドさんも寝ました。ヘルバニア絶好調ですね。アルフレッドじゃなくて、アトリが外に出た。大丈夫かな？皆さん寒くなってきた。はい、就寝になってきたので、ここでですね、今回は帽子に変えていきます。よいしょ、よいしょと、その場で脱ぎますね。そして、鎧はね、着ない方がいいでしょう。でも、鎧着てると、あったかいのかな？そこら辺ちょっとわかんないですけどね。あとは、できたらば弓作ってほしいんだよ。そうだよね。今回間に合わなかったんだよな。そういう意味だと、はい、作ってくれてますね。ショート棒1個作ってくださいということですね。あとはクロス棒か。うん。クロス棒5個ぐらいでいいかな。ね、5個ぐらいにしておきましょう。
これね、装備すると在庫がはけるんで、もう一回ね5個作ってくださいっていう指示になるみたいなんで、あんまりね多すぎてもいけないのかもしれないね。あれ、そしてここにもクロスボウがあるな。このクロスボウはいらないかね。直近こんな感じでいいんではないでしょうか。さあ、そしたらば寒さに苦しんでる、もう一回見ておきましょうか。皆さんどうなんでしょうか。一応服着てるんだよな。夏服になっちゃってんのか。そろそろ冬服だけっていう、この設定にするとマッパになる可能性がありそうだな。どうなんだろうな。あと、なんだったら帽子もそうだよな。帽子もさ、麦わら帽じゃなくてちゃんとした帽子にする、冠とかいろいろある。まあまあ自由に任せるか。ただ麦わら帽って寒いだろうから、これだけは外しておくということで、まあ冬は冬用のね服にしてもらいましょうか。さあ、そして死体があればいいし、まあ集まってるね、結構集まってる。あとは資源関係ですよね。薬草あった方がいいな。そして木も取ってほしいんだよな。特にこう目障りな木が結構あるんですよね。そういうのも取ってほしいですね。これも取ってもらおうかな。そして最後の赤すぐりなんか、本当は行けちゃうならば行っちゃってもらいたい。ここら辺ですよね。うん。取ってくれてる、取ってくれてる。ありがたいですね。ちなみに、粘土の数はどう？結構あるのかな？ 4 しかないじゃん。ね。レイナードさ、そしたらば粘土取ってってもらおうかな。よいしょっと、お願いします。食料、全然冷蔵庫を入れてないけど、食料庫に入れてないけど、ひょっとしたらパンパンなことがあるんでしょうか？そうでもない？まだまだ入りそうだけど、ひょっとしたら鎧系かな、多いのが。うん、鎧系とかね、武器系はリサイクルしてほしいですね。さあ、ゲートロンさんなんかやってくれてる。早速これリサイクルしてくれているんだと思う。違うか、ショート棒ですね。やった、ペロネルさんのショート棒ね、最後の仕上げと言ったことですね。ふんふんふん。そして我々としては藁の数は600あるから結構十分な気がするな。あとは粘土取ってってほしいよね。なぜならばここを作ってほしいから。あ、結構でもアトリーさん中心にね、やってくれてるんだ。ありがたい、ありがたい。木材も取ってほしいけど、案外ここにあるんだよな。ここに来て結構資源増えた気がしますよね。うん。そうなると棚もやっぱり必要だから、若干棚ね、増やしていきましょう。コピーですね。コピーしてここら辺に棚を増やしていけばいいはず。こんな感じにしておこうか。だん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 狭くなるけどね、まあ大切ですよね。それ以外はここら辺にも棚をつけていく、そうした方がいいかな。そうだね、試しにここら辺にも棚をつけていきましょう。木材は減るはずです。そしてそしてペロネルが弓を持つのか持たないのか、まだまだわかんないぞ。あれ、ショート棒なかなか作ってくれないというか、なんか交代した気がするんですけど、どうなのかな。ちょっと鎧見ていきましょうか。鎧っていうか装備ね。ペロネルさん持ってないぞと言ってるか。まあ気長に見てもいいのかもしれないですね。さあ、そしたらばここら辺のね、物をがっつりがっつり取ってってほしいんですけど、それ以外ね、ここに死体があればいいんだけど、ないかな。これは塩ですよね。ここら辺は骨骨ということで、死体はあれど動物のね死体がないという状況です。エオマさん結構木を切ってるんだよね。ここに来て植林がね、だん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 こう有効になってきたね。アドバイスありがとうございます。はい、そしたらね、現在は秋の10日目ということで、今回はねここまでにしたいと思います。どうでしょうかね。続きは見たいと思う方いらっしゃったら、ぜひいいねボタンでお知らせください。またね、チャンネル登録よろしくお願いします。We're heading for the East Coast tonight. So pack your bags and hold on tight. Cause we're taking off. Pack, pack, here. Drag you in. Pack, pack, here. In. Drag your back, pack, here. In. In, in. Back, coast, hold back, there, in. Run away with me. We're on the way to New York City. Take my hand and see. Manhattan never looked so pretty.